はい、では続きましてまた、ライブチラ見せその2でございます。2曲目は何聴かせていただけますか？千の風になって。ああ、いい曲ですよね。はい、今回はこれをチョイスされたのは何か理由があるんでしたっけ？あのですね、東京でライブをさせていただいたのが10年ぶりなんですよ。はい。それで東京で歌う予定は私の中では全くなかったんですが、もうずっと歌を応援してくださっている、先生なんですけれど、角山先生と藤本先生が、はい、政子を東京で歌わせたいっていうふうに、はい。で、その藤本先生、角山先生、そして私を応援してくださっている、あと、3人ぐらい先生いらっしゃるんですけれど、皆さんなぜか偶然なんですけど、一番初めに私の歌をアカペラで聴いていただいたのが、皆さん千の風になってるんです。へー、そう、同じタイミングにいらっしゃったってわけではなくて、全然違うんです。へー、そうなんですね。で、今回はじゃあこれは必ず歌わねばと、そうなんです、ね、主催していただいて、もう絶対千の風は歌わないとと思って持ってこさせていただきました。はい。では、またこれも一緒に見ましょうか。うん。はい。たまにはいいんじゃないですか。はい。はい。では、もう一度タイトルを。はい。千の風になってお聴きください。はい。千の風になってお聴きください。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風
ます。よく頑張った。最後。お出会いをありがとうございます。キープするのに目つぶってましたね。目つぶってました。目つぶって筋肉確認してましたね。あれは、なんでしょう。入り込んだから目つぶってるわけじゃないんですね。私、歌の時に入り込むことは一度もないんですよ。なるほど。すごく沈着冷静なんです、うん。計算し尽くして歌ってるんですね。一曲一曲の歌を、うん、なんかこう、なんて言うんだろう。お客様に、その気持ちになっていただくための、うん、こう、なんて言うんですかね。テクニックって言うんですかね。うん、私がその気持ちになっても、伝わらないんですよ。うん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 、お客様に、その気持ちになっていただくための、空気の動きって必要なんですよね。うん、で最後、ピアニッシモロングトーンなんですよ。あれはすごいですよね。あれです。本当に一個の筋肉確認して、ま、うん、っすぐ空気を使わないと、うん、このピアニッシモロングトーンが一番難しいんです。そうです、ね。反対にフォルテの方が楽なんですよ、うん。フォルテのロングトーンの方が。ガーって出せますからね、うん。だからその筋肉が絶対に動かないことを確認しながら目つぶってたんですね。なるほど。草笛雅子が目を閉じるとき。そういうことですね。筋肉確認してますよね。なるほど、うん。すごい裏話を聞いてしまいました。うん、この曲は、私、実はプライベートで一度いただいたことがあるんですよね。ちょっと、個人的な不幸があった時にいただいたんですけど、うん、まあね、泣かせるつもりで送ったんかいと思いました。泣きましたもの。泣くわ。でも嬉しかったです。なんか、うん、まあ、ね、うん、まあ、大切な家族を失ったわけじゃないですか。はい、旅立っちゃって、はい、山ちゃん一人でここにいて、で私関西にいたので飛んでこれないじゃない、はい、で何か私にできることって思った時に、うん、メッセージを何か送りたいなと思った時に、はい、そうだ千の風だから本当になんか大事な時、うん、いわゆるお出会いも東京のね、はい、先生方とのお出会いも千の風だし、はい、なんか千の風ってなんかあるんですね、きっと。そうなんでしょうね。ものすごい魂をはらんだ曲なのかもしれないですね。そうですね。ただひたすら空気見てますね、千の風は。そうですか。いや、貴重なお話が聞けてしまいました。はい、では、あと、どうですか ?2 曲ぐらい、1曲か2曲ご紹介しますかね。そうですね。はい、ま、宝塚、一応、元タカラジェンヌなので、はい、スカーレット・ピンパーネルの中のマルグリットが歌います、はい、あなたを見つめると、はい、これね、とっても低音高音、低音高音っていうミックスボイスでも、はい、低音筋肉から高音筋肉、高音筋肉から低音筋肉っていう、行ったり来たり行ったり来たりする歌なんですよ。なるほど。では次回の動画は、その大変なテクニックを使わねばいけない曲を流しますということで、はい、次回もお楽しみください。はい、ありがとうございます。